ごめんなさい。はい、トリワンチャンネル始めていきたいと思います。5月30日日曜日、はい、本日はね定休日ということで、へばっておりましたのでね、まあちょっとねゆっくりとね、睡眠を取らさせていただきました。そんな中ね、もう浅い睡眠やったんですかね、夢でなんと、私アメリカ進出を果たしておりました。うわ、はい、まあ夢の中でもね前向きやったということでしょう、ということでね、まあちょっとね今日はですね、ニュースの方でですね、コロナで出生数激減ということで、新型コロナウイルスの感染拡大で海控えの傾向が顕著になっていると、厚生労働省が25日に発表した今年1、3月期の人口動態統計速報によると、出生数は19万2977人で前年同期比と比べて 9.2% 減ったことが分かりました、ということで、まあ本当やったらね、年間出生数80万人を、ね、下回るのは2030年頃と予測されておりましたけれども、まあ一気に加速してですね、コロナによって、まあ今年ね80万人割るんじゃないかなというような予測がされております、ということで、まあね、独身の私がね、語るのもね、はばかられますけれども、ちょっとね、山口県のね、まあについてもちょっとねお話ししてみたいと思います。まあ、山口県の、ね、人口は、まあ、今、133万人ぐらいですと。で、下関が、ね、25万人、まあ、今年ですね、で男女比率でいうと、男が、ね、11.7 万人、女性が 13.5 万人と、お、女性の方が多いねというの、ね、数字になっておりますけれども、まあ、これ後でまた触れるとして、で高齢化率がですね、これ2018年調べで33.9% と全国4位となっておりますよという感じでございますと。でまあね、一番、まあ、私もね婚活をねやっておりましたけれども、婚活でね、まあ大体その婚活業者が、まあ、欲しい年代というかですね、まあその何ちゅうかな、マッチングしやすい年齢というかね、まあ、結婚適齢期と申しましょうか、いう年齢が、まあ、20歳からね、まあ、39歳までと、まあ、40超えたらもうね、ほぼほぼもう結婚できないよというのはね、もう国のデータで出ておりますので、まあね、39歳ぐらいまででちょっと本当はね切らないと、まあ商売としても成り立たないというようなね、感じでございますし、まあもともとね、まあ、地方のね補助金とかでやってるところだったら、まあ一応ね少子化対策ということなんでね、まあ子供が産める男女に、なんとかねカップルになってもらって、子供を産んでもらおうというね趣旨でやっておりますので、まあ39ぐらいで切るのがね妥当なのかなということを、今年42歳のねルキーおじちゃんが語っておる次第でございますと。でまあこのね20歳から39歳のね比率、これ山口県のね総人口の比率がね 10% らしいんですよね。それでまあ約15万人ぐらいか、総人口のね 10.6%、 これは平成22年だからもっとね、少なくなってると思いますので、まあ15割ってすごいねこれ、昭和ね55年が 23.1 万人で、平成22年が 15.3 万人で、平成52年にはね 9.3 万人ぐらいになってるよというようなね、感じになっております。まあでも大体ね 10% 人口のね 10% なんで、まあ133万人ね山口県人口がいますので、まあ13万人ぐらいかなと、このね20歳から39歳まで、まあまあ子供がね、産める年齢と言われてるね、まあ年齢、まあいろいろちょっと、あまり言ったらね怒られますけれども、はい、そのね人口比率が 10% で、まあ、今現状だと山口県でいうと、13万人ぐらいかなということですね。はい、でまあ平成25年調べで、生涯ね、未婚率、これ山口県ですね、男が 19.13%、 女性が 9.77% ということでね、男のね 20% がね未婚ですよと
で女性も 10% ぐらいはね未婚ですよっていうのが、これは25年調べですからね、もうこれもっと増えてると思いますので、25% ぐらいになってんじゃないですかね、今やったら男はね、25から30ぐらいになってんじゃないですかね、4人に1人はね、未婚、独身やと言われておりますからね。はい、まあこういうねデータを、今年42歳、ルーキーおじいちゃん独身が、お話ししておりますと、まあ、ちょいちょい入れていきましょうかね。はい、というわけでね、先ほどね触れました、山口県のね、人口、山口県じゃない下関の人口比率ね、男が、11.7 万人とで女性が、13.5 万人で、ね、今お話しした通り、20歳から、ね、39歳までの、まあ、一応結婚的齢期というかですね、まあ、子供を産んでくださるような、ね、年齢、出産可能年齢ぐらいですかね、が大体 10%、ね、山口県でいうと 10% ぐらいになってますよということなんで、これのね、下関の女性の人数が 13.5% なので1万3500人ということになりますね。20歳から39歳までの女性の人数は、1万3500人しかいないということになりますね。はい、はい、この中で、どうね出会っていくかということがテーマなんですけれども、なかなかね、そのコロナ以前ですらね、なかなか、マッチング、ね、できないようなね、結構難しい、感じだったりするわけでね、まあ、特に、まあ、婚活をやってるねアクティブユーザーっていうのは、まあね、まあ、数がね限られてきますので、まあ、県内でね、探そうと思ったらね、こう被ってくるわけなんで、まあ、またあの人いるよというような、ね、感じになってしまうのでね、お隣のね、小倉まで、北九州まで行ってみようとかね、福岡まで行ってみようとかにね、いう方々もね、多かったみたいですけどもね、まあ、各有私もね、関門地域を、ね、活動拠点としてまして、まあ、小倉まで行ってみたりとかね、いうのはしょっちゅう行ってましたね。まあ、一日ね、3軒はしごとかもね、やってましたね。3軒、4軒はしごね、まあ、とりあえず、行けるね、日程組んで、予定組んで、スケジュール組んで、とりあえずね、一日で回れるね、イベント現場をとりあえず片っ端から埋めていくというね、手法を取ってましたね。例えば小倉で、まあね、いろんなそういう婚活会社ね、やっておりますのでね、まあその時間が被らないようにね、日程、スケジューリングしておりましたという感じでございますと。でね、まあたまたまね、この間、某ね、大手企業のね、偉い方、とお話をね、しておりましたけれども、まあとにかくね、リモートが悪いとおっしゃっておりましたね。まあその、少子化問題ね、まあ、あと出生率のね、出生数の減少とかいうね、まあ今日ニュースありましたけれども、まあそれ以前にね、出会わないと出会えないというね、いうところのお話をされておりましたね。まあ今までだったら少子化の原因は、まあ給料がね安すぎるとか、まあそういうね、まあ、お金がかかりすぎるとかね、子供を産む育てるのにね金かかりすぎるとかね、そういう問題が、ね、言われておりましたけれども、まあ、それ以前の問題になっちゃったよと、コロナ禍においてね、というようなお話をね、その偉い方がされておりましたので、ちょっとね紹介したいと思いますと。まずね、男女の出会いはね、どこが多いのかということになりますと、まず学校やと、学校でね、まあ同じね、まあ、サークルとかね、まあ、同じゼミとかクラスになってね、まあ、そこで仲良くなってね、付き合うようになりますよとかね、まあ、例えば、まあ、大きい会社とかだったらですね、まあ、大きい会社、まあ、会社もそうやし、アルバイトでもそうですよね、まあ、学生、学校にね、まあ、女性が少ないとかね、まあ、いい女がいねえとか、男がいねえとかなったらですね、あとは、外に出るしかないのでね、まあ、アルバイトに行きますよね。で、そのアルバイト先で、まあ、そういう出会いをね、探すみたいなね、手法もね、ありましたね。私も大学時代ね、オープニングスタッフ狙いで結構ね回っておりました。はい、はい、というわけでね、まあそういう職場または学校っていうのがね、まず一番出会いのね、確率というか出会いの場としてね、重宝されておりましたけれども、このコロナ禍においてリモート授業とかね、リモートで、会議とか、まあ仕事ね、リモート率が高まるにつれて、
まあそういうね男女の出会いもなくなってくるし、そういう職場とか学校とかね行けなくなりますので、行かなくてよくなりますので、そういう出会いのね機会も減るということなんでね、まあ、実際会わないとね何も始まらないっていうことになっちゃいますよねっていうことをね、何度も繰り返しますけれども、今年ね42歳になるねルーキーおじいちゃん独身が、語らせていただいておりますと。はい、というわけでね、まあ、このままね、まあ、今現在も去年1年だけじゃなくてね、まあ、今山口県でもね、外出半減要請というのがね、まあ、村岡知事ね、クソ、まあね、ちょっと心の声もありましたけどね、などがね出されておりまして、まあ、よりね、外に出ちゃダメ、あと、まあ、デートスポットであるねそういう唐戸市場、まあ、下関で言えばですね唐戸市場とか、海峡館もね今休館になっておりますのでね、まあ、そういうね、男女が盛り上がるようなねスポットもだん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 ね行けなくなっておりますので、まあなかなかねそういうカップルになるねっていうところまで行かないね段取りにならないというようなね現象が起きているそうでございます。はい、というわけでね、まあ今年80万人ね割ると言われておりますけれどもね、来年の今頃になったらね、どんなニュースが出てくるのかなっていうぐらいね、まあどんどんどんこう急滑落、もうね本当の株価で言ったらもういきなりこうストップ安みたいなね感じになってるのかなという感じでございますね。はい、でまあ特にですね、まあ我々ねこういう飲食サービスね、宿泊業とかねにお勤めの方っていうのはねもう思いっきり食らってますからね、まあそういうね余裕もないし、まあ私のパターンで言うてもですね、まあそのね、まあ、婚活してたねもうその前世紀においてはですね、まあ、さっきほども触れました通り、まあ1日でね 3,4 回ね現場を渡り歩くみたいなのがね、まあ、ザラだったわけなんでね、まあ、婚活女子ね、知り合いの婚活女子なんかもね、土日フルで行ってね、散々行って、まあ、計6回、ね、収録現場みたいなね、方もね、多々いらっしゃいましたしね、まあ、そんなね、そういうことをね、できてたね、時代から比べたらですね、っていう話を、昨日ね、まあ、常連のマダムともね、話しておりましたけれども、そんなね、時代もあったよねっていうのをね、遠い目でね、マダムがね、語っておりましたね。はい、そうなんですよね、トリマン店長もねそうやって、まあ、休みの日になったらですね、まあそうやってねシーモールのね、コンシェルジュにお願いしてですね、まあ、婚活用の服を買いに行って、ね、そこでねお金を使い結構な金額を使い服を買い、ね、美容師さんのとこ行ってねちゃんとね、髪切ってね綺麗にして、まあ、髪はね今でもちゃんとやりますからね、お弁当屋さんですからまあそれは変わらないんですけどね、まあとにかく服を買わなくなりましたね。まあ服やら靴やらね、まあ、装飾品、まあ装飾品というかね、まあそういうね婚活用の何て言うかな投資かな、出費っていうのはねもうゼロになりましたからね。でなおかつ、まあ、今ね24時間働けますので、働けますかのリゲインスタイルで、まあ、朝から晩まで働いておりますので、まあ、こういうね、まあ、今日も日曜日ですけれどもね結局ほとんどね仕事してますからね、まあ、昼過ぎぐらいまではとりあえずくたばってね、まあ、家のことしたり、まあ、洗濯ね掃除洗濯して、まあ、ちょっとゆっくりして、ね、ちょっと体力をね回復させようとするけどもしねえなあと思いながらですね、まあ、で夕方ぐらいからね仕入れに行ってで店に入ってで片付けしてちょっと仕込みしてみたいなね、で今こうやって YouTube 撮ってますけれどもね、まあこんな感じでですね、まあ同じねお休みの時間だとしてもですね、まあ何年前かな30代後半ぐらいかなと比べてもですね全然ねその時間の使い方とねお金の使い方がまあガラッと変わっておりますからね、まあ金はもう今ね使えないという状況でしょうけれどもね、まあそう考えただけでもね私のねモデルケースだけで言ってもですね、まず時間というねリソースを取られ、コロナのせいで取られね、できるできないは置いといてそのねまあ婚活の方にね、まあ出会いを求めるね活動の方に、回すね時間というリソースがねゼロになりましたと。
でさらにですね、まあ、資金的な面で言うと、もう支払いとかね、まあ、そう今店を潰さない、あと自分自身が生き残るというのをテーマに掲げて、ね、今運営しておりますので、そのね、まあ、婚活、とかでね、まあちょっとね、きれいめなね、服買ってね、ちょっと勝負行こうかというようなね、現場に行こうかというようなね、活動もしてませんので、まあ、そういうね、消費もしてないのでね、もうガクッと減ってますよね。もう一時なんかね、もう、シーモルね、某ショップのね、女性店長からね、もうカモにされてましたからね。あ、マキさん来たと。とりあえずもう売っとけぐらいの勢いでね、もうね、言われるがままにね、買ってた時代もありますからね。はい。まあそんな感じでですね、まあ私個人としてもですね、時間もね、そういうふうに使えなくなりましたし、ね、お金も使えなくなったという意味でね、まあこういう、まあ、20歳からね、39歳に入ってないんですけれどもね、まあちょっとルーキーおじいちゃんでね、この間、同級生のね、新職に勤めるね、同級生から、もう41歳、数えで41歳はね、初老だよっていうのをね、教えていただきまして、あ、ルーキーおじいちゃん、ルーキーおじいちゃんでね、まあ自称しておりましたけどね、本当にルーキーおじいちゃんだったんだなと思ってですね、ちょっと、てらいましたね。はい。はい、というわけでですね、まず、ね、まあお金が使えない、時間がなくなったっていうのもありますけれども、まずその前に会ってねえということで、まあリモートがね、進む地域ほど、まあ特に、まあ都会の方ですよね、もう田舎だとまだまだリモートなんかできないし、まあ我々ね、飲食、サービス業、ね、宿泊業とか、まあああいう、まあ、運送業とかね、流通業とか、まあね、全くそういうリモートができないようなね、業態はございますので、まあそういうね、リモート率が高いところほど、そういう婚姻率ですかね、婚姻、なんだ、結婚届か、ね、の提出率が下がっているということになるんでしょうね。はい。まあというわけでね、まあひたすら、今からね、どん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 、人口も減っていくし、独り身がね増えていくよと。まあよくねうちの店でもね、まあ、トリマンカウンターでね常連さんと、本当にねもう孤独死のね恐怖に震えるよねっていうような話をしてたりとかですね、まああとはね葬儀の形ですよね、もう本当に墓いらないよねとか、もう葬式もいらないよねとかね、まあ後輩で、まあ、そういうね冠婚葬祭業をねされてる方もういらっしゃいますので、まあそういうね、社長さんとお話をしたりしてね、まあいろいろね、思うこともあるんですけれどもね、本当に。で、あとはね、そういう賃貸業とかね、マンションとか、そういう不動産持ってる方はね、もう本当に、独身にね、貸したくないですよね、本当に。パタッとね、ある日死んでたらね、たまったもんじゃないですもんね、事故物件になっちゃいますからね、とかですね、本当に、今からね、いろんな弊害がね、出てくるんだろうなっていうのをね、ちょっと今日調べながらね、ふと思いましたということでございます。ねえ。やばいですね。で、まあ、平成52年にね、102万人ぐらいになると言われておりまして、まあ、私が60超えたぐらいですかね、61から2ぐらいの時にね、でもこれ調べ、このデータが出てたのがね、だいぶ前のデータなんで、まあ、コロナが想定されてないので、もっと早くね、100万人割れるだろうなと。これもまた10年ぐらい早めに100万割るんじゃないですかね。もしかしたらね。はい。というわけで、まあ、とにかくね、やばいよと。あと、まあ、今コロナ禍ですからね、まあ、こういう居酒屋とかね、まあ、飲食業とかサービス業とかね、今、廃業とか、倒産とか、倒産はね、本当にあんまり数字が、大した数字が出てないんですけど、まあ、実質ね我々みたいにちっちゃいとこは廃業っていう数を見ないと分かんないでしょうけどね、倒産っていう数だけ見てもね大きいところしかねカウントされませんので、廃業数も入れてどれぐらい減ってるかということなんですけれどもね、まあ、飲食サービス業だけでも100万人ぐらいね失業者が出るんじゃないかとね、出てるんじゃないかというようなね、これから出るんじゃないかというようなね話もありますからね、わやですよね。で、まあ、さりとて、特に地方で言うとですね、もともとコロナ以前っていうのは、本当にね、人手不足でね、まあ、去年のね、2月ぐらいかな。1月、2月はね、本当にね、募集しても全然混んで、どうしたもんかいなっていう感じでですね、本当に地方における、若い子というかですね、まあ、こういう居酒屋にね、アルバイトに来てくれる、人口というかね、層っていうのは、本当に減ってるし、まあ、その取り合い、だったんで、
本当にね、まあどん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 ね若い子も減っておりますし、今年の新成人が、2300人ぐらいだったかなって言いよったような気がするんですよね、下関。なのでその下関のね その20歳前後ぐらいのねこうが、働いてくれるね人数っていうのも限られておりますからね、もう取り合いになるわけなんですけれども、コロナがね落ち着いて、まあ、ワクチンがうまいことねいって、まあ、来年ね、もしかしたらね持ち直すかもしれないというね、もしもイフの話をするとですね、また、人手不足がね戻ってくるんじゃないかなと思いますということでね、うちはまあね、人をね、切るつもりはないというのはまあねずっと動画でね、言っておりますけれども、まあね大事なそういうね本当にできるね、人材、飲食人材っていうのはね本当に貴重なわけなんでね、今は、厳しいからっつってからですね、ごめんなさいっつってからね、まあ切るねお店とか会社とか多いでしょうけれども、あと後々ね、まあ、また再ね改めてそういう人材を求めてもねもう来ませんよというようなね、時代に突入しそうなので、まあその人口減少と、まあ、労働力とね、あと実際ね、ご来店ボタサロンね人数においてもですね結構厳しくなるなというのをね改めて、まあこの出生数のニュースとね、まあ、あと少子高齢化の、まあ、あと山口県モデルというかね山口県のちょっと数字をね見ると、ああ本当に厳しいなと思いましたね、はい。平成25年で山口県で生まれた、ね、子どもの数が1万人約1万7500人と、いうことなんでね、これ25年ですからね、もっと減ってるでしょうからね、もう1万割ってるという感じでしょうからね、これは大変ですなという感じでございますと、はい、はい、というわけでね、まあ私みたいなねもう本当に今子供部屋おじさんじゃないですけどね、まあ実家住まいのね、まあ、独身男女いらっしゃると思いますけどね、まあいわゆる子供部屋、おじさんおばさんと言われておりますけれどもね、まあ、そういうね年齢層が我々なんですけれども、まあそのね人数は、まあ、地方でもね結構な数いらっしゃると思いますからね、うちの我々の周りでもね結構独身の人多いしね、もうこれからね本当にみんなでね長屋を作ってねみんなで助け合ってね、もう醤油米ね貸し借りしながらね昔の長屋住まいみたいなね、感じで生き残っていくしかないよねみたいな話もしてるわけなんですけどね、あともう江戸時代なんかで言うとねもう結婚できてる人の方がね、長男以外は結婚できてねみたいなね、時代もありましたので、またねその時代に戻るのかなというような、感じかなというようなのをね、まあ、漠然と思ったりしましたということで、まあね、改めまして今年42歳、ね、になります、ルキおじいちゃん独身が、まあ、ちょっとね、出生数のニュースとね少子化、あとまあ山口県の人口についてちょっとね、話してみましたということですね。はい、まあその全ての原因はまあ私にあるということなので、まあ冒頭のね、隣でも、言いました通りごめんなさいということで、終わりたいと思います。はい、というわけでね明日、5月のね31日で、ラストということなんでね、なんとかただね、去年がですね最終日がね、金曜か土曜だったんで、まあ明日が月曜日なんでね完全に部が悪いということなんで、もしかしたら前年割れするかもしれないというね恐怖に震えながらちょっと、明日なんとかしたいなと思っとる次第でございます。明日、炸裂したら、とりあえず前年アップお願いします。はい、というわけでねご予約の方お待ちしております。 0832321619 までねお願いいたします。明日ねお昼また、焼き鳥ね、焼こうと思いますので、焼き鳥と、お弁当とねちょっと、上値折って、まあ、トータル30個ぐらい売れたらいいなというような準備をしたいと思いますので、ぜひ、ね、お買い求めいただきましたらね買いに来ていただけましたら、嬉しいです。でチャンネル登録の方が224人となっておりますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。で、グッドボタンね、グッドボタン、バッドボタンは、誰が押したか分かりませんので、まあね押していただけましたらね反応があって嬉しいですということで、ね、今年42歳になるね、ルキおじちゃん独身が、お送りしてまいりました。
山口県ね、非常にちょっとね、やばいよということで、まあ、あと今日ね、コロナがですね、下関、山口県で8人、下関3人とね、お、ちょっと鎮火したかなと、収まったかなというようなね、感じなので、まあ、明日以降もしかしたら、その、県内でね、高校生、高校関係の教員とかね、一斉に3万人ぐらい PCR 検査をした結果もぼちぼち出てくると思いますので、もしかしたらバコッと増えるかもしれませんからね、どうなるかは分かりませんけれども、まあ、ただね、村岡知事もね、人口、あ、じゃあ外出半減、要請、発言っていうのは、まあ、こういうね、まあ、出生率、まあ、もしくは男女の出会いも奪ってますよという、ね、ことになりますので、まだまだ山口県はね、人口が減っていくだろうと、ね、いう感じでございます。はい、まあね、子供は本当に宝だなとね、本当つくづく最近ね、改めて、思わされておりますので、まあ常連のね、お子様たちをね、より大事にね、より、ね、本当に、から私がね、可愛がってもらえるようにね、精進していきたいと思いますね。皆様、ちびっ子たちね、今後とも、トリマンとトリマン店長ね、よろしくお願いいたします。大きくなったらね、みんなバイトにしに来てね、お願いね、助けてください。はい、終わります。